校内の中心に建てられているミネリュアの像大学の聖堂ローマサピエンツァ大学はイタリア共和国の国公立大学で首都ローマに位置する。イタリアのみならず欧州でも屈指の歴史を持ち、その起源は中世時代の1303年にまで遡ることができる。現在の学生数は118,655名に達し21の学部を持つ西ヨーロッパで、 最大規模の大学である。簡潔に、ローマ大学と呼ばれる場合もあるが、ローマ市内には、第二次世界大戦後に設立された二つの国公立大学が存在するため、ローマ大学のサピエンツァ校を意味するローマラサピエンツァの別名で呼称されている。また参考をまとめて、ローマ第一大学、ローマ第二大学、ローマ第三大学と呼ぶ場合もある。 1303年4月20日、ローマ教皇母ニファティウス8世は、聖職者養成のための教育機関の設立を宣言する教皇直書、インスプレーマプラエミネンティアディグニタティスを発した。直書に基づいて同年中に、スタジアムエルベスと名付けられた神学校がローマ市内に設立され、後にこの神学校が、ローマラサピエンツァ大学の前身となった。 1431年、エウゲニウス四世によってパラッツォ・サピエンツァに再建された。1870年、イタリア王国が教皇領を廃止して、フィレンツェからローマに遷都すると、教皇庁管轄の大学から、イタリアの国公立大学へと移管された。1935年、ベニート・ムッソリーニ政権のファシスト体制下に、現在のキャンパスに移された。これまでに、 ノーベル賞受賞者を含め数多くの著名人を輩出している。2021年 QS 世界大学ランキングにおいて世界第171位とされた。古代史学では世界第一位、考古学でも世界第9位と古代史研究分野において世界屈指の大学である。2020年の CWTS ライデンランキングでは世界第81位だった。 2021年のザ・世界大学ランキングでは世界第201から250位だった。2020年の世界大学学術ランキングでは世界第151から200位だった。2021年の US ニュースワールドレポートのランキングでは世界第114位だった。現在、3代にわたってイタリア共和国首相を輩出しており、 イタリアの政財界の支配階層に同大学の卒業生が非常に多い。バルコニー、ありがとうございます。